九十九里有料道路の起点ゲート、長生郡一の宮町新地九十九里有料道路は、千葉県道路公社が管理する一般自動車道。千葉県長生郡一の宮町から三部郡九十九里町に至る延長 17.2km の有料道路である。ETC は利用できない。千葉県の房総半島の東側に位置する太平洋岸九十九里浜に沿って伸びるシーサイドラインで、 九十九里海岸の観光客誘致と地域開発を目的に作られた有料道路である。九十九里浜はサーフィンの聖地としてもよく知られ、別名、波乗り道路とも呼ばれている。また、元日の初日の出スポットとしても人気がある。かつては深夜帯は出入り口が閉鎖されていたが、現在は終日通行可能である。深夜帯は料金所が無人となるため、 無料で通行できる。ただし、利用者が減っているため、経費削減のために白里インターチェンジは、入り口のみ7、8月の営業となる。料金所がない出口は年中利用できる。千葉県道路公社が管理する、有料道路の中で唯一、道路運送法に基づく、一般自動車道であり、道路整備特別措置法に基づく、有料道路とは異なり、料金の徴収期間が定められていない。 海岸資金の砂浜に沿った片側一車線でアップダウンのない平坦な直線道路が続く。前線に渡たってほとんどカーブがなく、道路のすぐ脇まで砂浜が迫る場所が時としてある。途中に6つのインターチェンジや2つのパーキングエリアが設けられており、各インターチェンジには海水浴場があるため、夏休み期間中は混雑する。なお、本道路は、 道路交通法による一部車両通行規制が行われており、自転車は通行不可である。片海 IC 九十九里有料道路の北端に位置し、町道を介して、片海海岸入り口交差点で、千葉県道25号東金片海線と接続する。IC を降りた至近に、片海海水浴場がある。町道を介して、豊見海岸入り口交差点で、 千葉県道75号東金と読み線と接続する IC を降りた資金に千葉県立九十九里自然公園がある片海 IC 新亀 IC 間の通行料金を徴収する料金所東金九十九里有料道路と相互乗り入れするインターチェンジ真亀 IC 付近に位置する市の宮方面専用資金に北今泉海水浴場がある駐車場のみで トイレと自販機はない。かさ上げ工事後は立ち入り禁止となっている。指導を介して、白里海岸入り口交差点で、千葉県道83号山田台大,大網白里線と接続する。入り口は、夏季限定営業。蒸気参照。白子 IC 新亀 IC 間の通行料金を徴収する料金所。白洲インター前交差点で、 千葉県道31号茂原白湖線と接続する。直近は白湖海岸で九十九里自然公園やソリ近海水浴場や五井海水浴場がある。片海方面で入り口、千葉県道84号茂原調整線と接続する。至近に市松海岸城野内海水浴場がある。料金所は白湖料金所に統合される形で廃止された。 一宮川の河口に位置するパーキングエリア、笠上げ工事の完成後に廃止された。これにより、白子 IC 新地交差点の間が事実上無料化された。九十九里有料道路の最南端に位置し、千葉県道30号飯岡か一宮線と接続する。ありがとうございます。